すぐ食べたい楽うまご飯のコーナーです。教えてくださるのはフードコーディネーターの小橋ひろみさんです。こんにちは。よろしくお願いします。さあ今日も美味しいものが登場しますよ、はい、今日教えていただくのはこちらです、はいはい、ふっくら柔らか鶏胸肉と白菜のとろーり煮込み。豊平さんが読むとね、本当に美味しそうですよね。もうとろとろです。ネーミングがもうツヤツヤのとろとろです。今日は白菜って鍋の主役ですけれども、ね、うん、はい、いろんな、ね、用途がありますよね。あの食卓にも上る機会の多い鶏胸肉ですが、はい、パサついてちょっと硬くなるっていうですね、皆さん お悩みあるかと思うんですが、はい、今日はですね、鶏胸肉をふっくら柔らかく仕上げるコツと、はい、今の時期お求めやすい白菜もたっぷりと消費できる優しい煮込みご紹介したいと思います。今日も、ね、フライパン一つで作っていただける簡単メニューになってますので、助かります。そう、この洗い物がね、ぜひ覚えてください。助かりますね、ですよね。では材料紹介しましょう、はい、材料は4人分です。はい、まず鶏むね肉 350g1 枚です。そして薄口醤油、酒各大さじ1、にんにくのすりおろし小さじ1/2、生姜のすりおろし小さじ1、そして白菜が正味 500g、 片栗粉大さじ5 50g、 そしてサラダ油が大さじ3 30g、 水 100cc、 白だし酒が各大さじ1/2、みりん小さじ1、ごま油大さじ1/2、白胡椒少々、そして水溶き片栗粉、片栗粉と水各大さじ1です。はい、今日はちょっと材料多いですが、うん、調味料が、ね、いっぱいあるだけなので、うん、作業はとても簡単ですよ、はい、うん、家にあるものばかりです ね、はい、ですね。では作っていきます。お願いします。まずですね、白菜は、はい、4、5センチ長さのざく切りにしていただいてですね、水気をしっかりですね切っておいてください。はい、そして、お水と調味料合わせておきます。こちらに、お水と白だし、お酒とみりんが合わせてございます。そしてですね、鶏肉なんですが、鶏肉は皮を剥いでいただいてからですね、こう縦半分にまず切ってください。縦半分に今切れてると。はい、今日鶏肉の切り方がね、とてもポイントなので、はい、覚えてください。そしたらですね、斜めに包丁を入れていただいて、こう5ミリ幅ぐらいのですね、ちょっと大きめの一口大に、そぎ切りにしていきます。斜めに、はい、包丁を入れていただいてですね、こんな感じですね。お肉ってこう筋が入ったような感じになってますよ ね、うん、ね、はい、このお肉のですね、繊維を断ち切ることで火が通りやすくなってですね、柔らかく仕上がるんですよね。この切り方すごくポイントです。はい、そしてですね、切ったこちらの鶏肉ですね、はい、こちらをですね、ビニール袋に入れていきますね。で、下味の調味料こちらに一緒に入ってますので、うん、はい、ビニール袋の中でよく揉み込んでいきます。はい、この下味は、薄口醤油とお酒と、生姜とニンニクのすりおろしが入っています。いい香りがしてますね。いいですね。いい香りがしてますよね。食欲そそる香り。下味つけるときはタンパク質にしっかり下味をつけていただくと、味がねすごく決まりますよ。はい、でこのままですね、5分ほど置いていただいて、しっかり下味をつけてあげてください、はい、そして下味がついたらですね、はい、袋を開けていただいて、はい、こちらに片栗粉を、加えていただいて、またよく揉んでいただいて、まんべんなく片栗粉も、混ぜてあげてください、はい、そうすると洗い物もね、出ませんし、手もね汚れません。ね、子供にこうもみもみちょっとね、やっといて、ね、一緒にね、喜んでやってくれそうですね。そうかもそうかも、うん、すごい気持ちいいのでですね、うん、そしてですね、はい、今日はフライパンを使って、はい、作っていきますが、大きめのフライパン用意していただいて、はい、サラダ油をですね 30g 熱していただいたら、はい、鶏肉を重ならないように広げてですね、両面こんがりと 4、5分ぐらい揚げ焼きにして、うんうん、はい、このようにですね、一旦取り出してあげてください。いい焼き色が出てますね。こんがりね、ちょっと焼けてすっごく美味しそうですよね。
でこちらにですね、旨味の鶏肉の旨味の残ったフライパンにですね、白菜を、結構大量だ、はい、500g ドバッと入れていきますね。そしてこちらに、調味料ですね、合わせておいた調味料もジャーっと入れます。はい、だからフライパン一つでいいですね、うん、そうなんですよ。そして、蓋をしてですね、蒸し焼きにしていきますね。はい、このままですね、2、3分強火で煮ていってください。はい、で2、3分煮たものが、こちらになります。だいぶこうギューっと、ちょっとクターっとしてきましたよね。で2、3分したらですね、こちらに、この鶏肉をですね、はい、戻し入れていきます。はい、美味しそうだな。ね、もうこの焼き色だけで ねツヤツヤでも本当に美味しそうです。単体でもね、うん、美味しくいただける、ね、お肉だけでも多分美味しいと思うんですけど、うん、でこのちょっとね、旨味の残ったバットに残ったこのお汁もね、ちょっともったいないので、ね、入れちゃいますね。はい、そしてですね、また、蓋をしていただいて、さらに 1、2 分ですね、お肉と白菜にしっかり火が通るまで、煮てあげてください。そして仕上げに、白胡椒を加えていただいてですね、味がちょっと足りなければお塩で調味をしていただいて、うん、仕上げに、ごま油を回し入れてください。そして、水溶き片栗粉もですね、加えていただいて、とろみ付けをしていただくと、うん、もう出来上がりになります。あ、こうなるわけですね。フライパン一つで、そうなんですよ、つやつやとろとろです、輝いてます。はい。